なるものを求めた時に何があるか、中井くんが今までずっとこうね、プロスノーボーダーと第一章、じゃあ第二章行きましょうよ。はい、皆さん元気ですか？はいね、もうね、暑くなってきましたね。それで、ね、皆さんね、シーズン終わったと思うでしょ。違うんですよ、違うんですよ。スノーボードシーズンは今がスタートなんです。今ギアのことのようなこといろいろ理解して、自分の選んだボードがこれどうでもかって感じで理解して、その理解したボードを秋にゲットして、それで冬に楽しむ、この繰り返しなんですよ、スノーボードって。だから今がスタート。それで今日もまたトリックスターばっかりのトーク始めちゃいましょう。皆さんと一緒に今日ね、話したいのはこのボードなんですよ。まあパッと見てね、分かる人は分かりますよね。見てください、サロモンのヒルサイドプロジェクト HPS ってやつですよね。 HPS タカ、見て見て見て、 EP って書いてあるんですよ。 EP って何かって言うんですよ。 EP って何なんて言うんだよね。ね、このボード、いやーかっこいいですよね。やばいですよね、このボードで話せると思うと僕もワクワクしちゃうんですけど、高春中井って入ってるんですよ。知ってる人は知ってると思うんですよ。高原中井って言ったらね、中井くんじゃないですか。でも冷静に考えた場合に、このボード初めて見ると高原中井って誰だと思う人もやっぱりいると思うんです。ということで、このボードはね、どういうとこから出てきたかっていうことをまず始めたいと思うんですけど、実はこのボードサロモンで作ってるボードなんですけど、このメインで動いている人が中井高春っていう人がいる。中井高春ってね、みんな聞いたことある人もいると思うし、もちろん知ってる人もいると思うし、リスペクトしてる人もいると思うし、もしかしたら皆さんの中には中井高春って初めて聞く人もいると思うんですけど、中井くんはね、これね、もうプロスノーボーダーなんですよ。元プロスノーボーダーじゃないですよ、もう現役のプロスノーボーダーなんですよ。それで生まれがどこか、北海道出身なんですね。北海道出身、生まれたのは1984年ですよ。84年3月生まれですね。84年ってどのぐらいの感じかっていうと、松田聖子ちゃんがデビューしたのが1982年ですから、聖子ちゃんがデビューして次の年に中井くんが生まれたわけです。北海道で生まれて、高校どこ行ったんですか？高校青森の山田高校行ったんですか？青森の山田高校って聞いた人がある人いっぱいいるじゃないですかね。あのね、スポーツ万能な高校ですよ。ちょっと前のカルピスの宣伝、パン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 って男の子がなんか体操してた学校あったですか？あそこ山田高校ですね。あとね、どんな人がいるかっていうと、有名人のところで言うと、キャッ！って言ってたかな。深田愛ちゃん。愛ちゃんも山田高校ですよね。で、最近のアイススケーターと本田真凜ちゃん。本田真凜ちゃんなんかも出てる学校が、この青森山田高校で、ね、中川くんもこの高校卒業したんです。で、高校の時にプロスノーボーダーになったわけです。ね、その時はね、乗ったボードね、覚えてますか？インフィニティってあったじゃないですか。めちゃくちゃかっこよかったですね。インフィニティのライダーになって、それで思い出したでしょ、みんなも思い出したでしょ。そうなんですよ、2002年でしょ。2002年、ソルトレイクシティのオリンピックに出たのが中井くんですよ。あーって思い出したでしょ。それで2002年のソルトレイクシティに出て、2006年のトリノに出たんですよ。この2つのオリンピック出てる、いわゆるオリンピアンですよね。2014年にソチオリンピックあったじゃないですか。それでその後2018年にピョンチャンあったじゃないですかね。あそこで NHK の解説した人ですよ。なんかめちゃくちゃ冷静に難しい技をトコンと話す人、覚えてますか？すごい分かりやすかった解説、あそこで解説してたのが中井くんなんです。オリンピックを経験して、ね、いろんなことを経験したわけですよ。ヒルサイドプロジェクト製の HPS という2017年にサロモンで立ち上がったんですよ。それで、ね、この3つのボードあるじゃないですか。この3つのボードね、これ今パンと出てますけど、実はこの前にもう1個あるんですよ。 HPS 高春中井っていうのがあるんですよ。そのボードがあって、それが2017年から出たんですね。それでバーンと出て、でもちろん来年も出ますよ。それでそのボードは何て言ったらいいのかな、中井くんが自分で全部コントロールしたいっていうことなんですよ。じゃあその原点は何かって、その原点なんですけど、中井くんがね、北海道の山滑ってて、こうやってね、パウダーをポコーンって当てたんだって。で、バーンって当てて、こうやって登っていこうと思ったけど、登っていく先に行った時に、それ以上登れなかったんだって。それで、登れなかったところを登ったボードがあったんだって。それが、いわゆる日本のボード原点ですよ。
原点のボードには行けたんだけど自分のボードには行けなかったっていう、そのね、やっぱりその悔しかった思いがあったみたいです。でその悔しい思いがあって、いや自分のボードはキャンバーだから、キャンバーだと抵抗感じたら登れないんじゃないかなって言って、そこで中井くんはサロモンの HPS っていうところでボードを作り始めたんですよ。でそれまでの中井くんはね、1本のボードでどこでも滑りたいって感じだったんですね。1本のボードでこの1本あればもうどこでも滑っちゃうっていう感じだったんですけど、その経験を踏まえて場所を見て、そこの場所を滑るにはどういうボードがいいかなって考えが変わったらしいんですよ。そういった中井くんのこのソウルの原点があって始まったのがこのヒルサイドプロジェクトシリーズのね HPS なんですよ。それで中井さん、高原中井っていうボードがこれね4年間出たわけですよ。一番初めの1本はもうそのボードっていうのはもう中井くんが自分でなんか全部コントロールするためにもう超アナログなボードだったんですよ。何のなんていうのアシストも入ってないわけですよ。中井くんから見ると中井くん上手じゃないですか。でね、僕なんか下手じゃないですか。そうするとアシストが入ってるボードが欲しいわけですよ。これね、ビブレーションを抑えてくれる、早く行っても全然抑えてくれるっていう。だけどそういうのは上手い人にとっては邪魔なんだって、ね、全部自分でコントロールして、自分でコントロールするのにそういった邪魔なのも全部省いた時に、一番ナチュラルで自分で、ね、思うように動くボードっていうのが作ったのが HPS 高の一番初めのボード。それで滑った時にこのねバーンっていって、ちょっと高速域やっぱね安定しないなと思ったんだって。それでね、そこの上にこうやってカーボンが入れていて、これで、ね、安定させるようにしたのが HPS 高の2段目のボード。サロモンはフリーライドではなくフリースタイル、どこでも裏山でもフリースタイル、で表もフリースタイルということで、フリースタイルをやる中井くんのボードだとやっぱりノートが長いんですよ。ノートが長いとボーンとなった時に中井くんの感覚だとノートが下がっちゃう、重いから長いから。それでノーズの部分にコルクと、ね、ハニカムを入れたのがだから3番目。こんな感じで上がってきて、今4番目、5番目ってライデンになるんですけど、この4番目、5番目でも完成されたってことは変化しないわけですよ。そういったボードがあって、中井くんがこれ滑った時にこうやって、うわ、面白いな。ただ、ね、HPS の高、ね、ノーマルのこれ HPS 高っていうのをボードを作ってて、やっぱり中井くんが感じたのは高速域。高速域でもうちょっと遊びたいな、高速域でもうちょっと自分を表現したいなって考えて、作り出したのがこの、HPS タカ。見て見て EP って書いてあったんですよ。 EP って何かってんですよ、もうちょっと EP って何なんですよね。これ ET だったじゃないですか、こうやってやってます。あれは ET じゃないです、これ EP なんですよね。 EP ね、分かんないですよね。 EP ってね、 EP って何かって考えたら、これね、これ聞いたんですけど、 EP っていうのは高原中井エピソード2ってこと。エピソード2、高原中井エピソード2ね、高原中井第2章ってことですよね。すごくないですか。だから第1章の頃あれ完成されたんですよ。もうあれで完璧なんですよ。中井くんからしてもやっぱりね、サロモンとしても、ね、完璧なボードが出てる。で完璧なボードができた上にまた他のね自分の滑りたいフィールドがある、そこに行きたいからって作ったのがこの中原中井 EP なんですよ。このボード全然違うんですよ。何が違うってことですか。もともとの HPS とかもそうなんですけど、これ日本人が作ってるわけじゃないんですよね。高原中井って、中井高原って日本人じゃないですかね。だけど日本人が作る、もちろんサロモンですから世界で売ってるし、どういうことかっていうと、中井くんがプロデュースしてこれを作ってるのはオーストラリアですよ。オレベネルトっていう人なんですよ。でオレベネルトっていうものはサロモンですけど、このねオレのフィッシュってあったじゃないですか。のモードの人たち、ウォレンと一緒に作ってるのがこれで、中井くんの意見を全部こうやって吸い上げて、どんなボードが欲しいんだい、どんなボードが欲しいんだいって言って吸い上げて、ウォレンのラボで作り出したのがこのヒルサイドプロジェクトシリーズ HPS なんです。これが2017年に始まったんですよ。それで、ね、このサーモンがバトルました。これは元々の HPS が出て、それで今年来年ですよね。これ来年からこれで出るわけですよ、ね、このボード。中井くんがメインに乗ってるボード、この真ん中のこの164っていうサイズです。中井くんの身長ですか、165とか4なんですよ。ほぼほぼ中井くんの身長、中井くんの身長で中井くんの長さのボードを、この長さっていうと、もともとの HPS がないわけですよ。これ何が違うかって、もともとのこれ HPS 高っていうのはパウダーキャンバーって構造なんですよ。ノーズがあります。
ノーズがあって、尖ったところがビューッとフワーンっていって、パウダーが滑りやすいようなこうやって綺麗な S ラインを描いてるキャンバーのパウダーキャンバーの HPS があって、それじゃね、スピード的に物足りなくなった中井君が作ったのは、これはパウダーフラットキャンバーって言ったんですよ。どういうこと？ノーズがグーンと上がってると、これに雪が当たるじゃないですか、ね、でテールがギュンと下がって、これに雪が当たるじゃないですか。いわゆるこの S 字は浮力を生むけど抵抗にもなるんですよ。抵抗になるってどういうことですか？スピードが落ちるんですよ。スピードが落ちて、で今度ね、グワーッと上まで行きたい時に上がれないとか、ね、スピードを出したい時にあんまりそこまでこうやってマックスのスピードが出るから、このボードはパウダーフラットキャンバー、まず一つノーズが HPS だからこうやって上がってることで、このノーズがこんなに上がってるのね、今度こういう上がりが薄いね。それでここからパウダーフラットキャンバーとか、ここがキャンバーがこうやって入るんですけど、これがフラットキャンバーになって、このキャンバーがまあ薄いあんま上がってない、極端にキャンバーっていうのはこうやってこうやってこうなるのがキャンバーなんです。これがノーズが薄くなって上がってんね、こうやって、だからいわゆるこっちから雪に関して抵抗が少ない、いわゆるそれ速いわけですよね。これでスピード出ちゃうわけですよ。で長いからもっとスピード出るし、で中井くん身長164で164のボード自分の長さと思ってるわけですよ。そりゃスピード出ますよね。ターンも面白いし飛んでも面白い。じゃあなんで164ね、中井くんのボード164だけある意味だって話じゃないですか。このボードこれね、中井くんが欲しがったボードじゃないらしいんですよ。どういうこと？中井くんこればっかり誰と作ってさっき言いました。ウォレじゃないですか。ウォレベネルで、ウォレベネルとかで作ってるでしょ。ウォレベネルと話聞くと中井くん超ラブなんだ、ね、めちゃくちゃラムを中井くんが大好きでしょうがない、ね、で中井くんが大好きでしょうがないって言って、中井くん何作るのとかで、ね、ウォレもこうやって作ったけどね、中井くんこんなボードが作るのね、ただこんなボードが欲しいなって、こう行くぜ、ただこんなボードが欲しいんだってなるわけでしょ。そうしたらこのボードがね、ウォレ欲しくなっちゃったんだって。ちょっと待ってよな、はい、タカちゃんさこのボード超いいじゃん、俺も欲しいよって言って、でもタカちゃんよりも俺の方が身長大きいだからって出したのがこのうちのボードね。はい、これこっちね、こっちダージャタイプ持ってはじので、これ具体的な名前出るわけで、きっと陽子ちゃんとか乗るわけです、中村陽子ちゃんとかこれ乗っちゃうわけですよ。そりゃそうですよ、あの滑り見たバンクドの滑りもかっこよかったし、あんな女の子がこれ乗ったら超面白いですよ。もちろん身長もね、別に身長で乗れって言ってるわけじゃないんですけど、まあちょっと長めの設定で自分の身長のこらえぐらいで乗ったらきっとこれも超面白いボードなんですよ。はい、メインサイズがこの164って出てくるわけですよ。そういうバックグラウンドがあって、もともとの HPS の立ち上がりが原点に負けたから悔しいってとこから、中井くんの反骨精神から新しいボード、自分のスタイルを出せるボードを作ってブワーッと上がってって、完成された HPS があって、でも俺プロスノーボーダーじゃん、俺プロスノーボーダーとして今現状に満足していいわけっていうね。だから今持ってる HPS タカがあるからこれがいらないんじゃなくて、 HPS タカを乗って、あ、これこんなに面白いんだ、俺ももしかしたら中井くんの感じ分かっちゃったかもしれないなと思った人が、次なるものを求めた時に何があるかっていうと、この3つ EP3 兄弟があるわけです。これがね、中井くんが今までずっとこうね、プロスノーボーダーとしてこのね、蓄積したノウハウを全部つぎ込んで第1章を完璧にこなした後に、じゃあ第2章行きましょうよって出したのがこの EP なんです。だからこれは面白いでしょ。僕が164のめちゃくちゃ面白かったし、当然のことながらこの59のってのを滑るわけです。それもちろんこれも面白い、カウダーです、超面白い、こういった構造なんです。名前を見てください、HPS タカ、タカハル、わかります？中井タカハルじゃないんです、ここなんです。中井タカハルじゃなくて世界のタカハル中井なんです。だからもちろん日本だけじゃなくて
世界でも売ってて、オーストラリアの俺がラブラブしちゃう中居くんの、超リスペクトする中居くんのこのスペックをサロモンとしてみんなに乗ってもらいたいって出してるのがこの、これはやっぱり乗ってみる価値がある。それで今のサロモンね、随分変わりました。昔のサロモンのところにセルバンバン売ってもいいよって感じだったんですけど、このプロシリーズっていうのはネットじゃ売っちゃいけないんです。やっぱりこういったね、やっぱり行列を持ってやっぱり話すべきなんですよ、このボードは。でただのスノーボードじゃない。だからやっぱりお店の方でやっぱこうやって話しながら、こういうスノーボードが欲しいんですよ、これがいいじゃないですかって言って、そういう人が選ぶべきボードがこの HPS サタだと思います。ということで、うちの方もこの3サイズ全部揃ってますんで、興味のある人は DM でもいいです。できればどうかでも構わないから遊びに来てもらえば、僕の方とトークしましょうよ。このボードの良さもっとガンガン伝えます。 HPS とか EP、 みんなが必ず満足すると思うのサロモンの取っておきたいと自信さんです。ぜひともチェック。